どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 GoTo トラベルキャンペーン続報ということでね、やっていきたいと思います。ちょっとね、短い動画になると思うんですけども、そちらね、ちょっとご了承いただければなっていうふうに思います。まあ GoTo トラベルキャンペーンがですね、7月16日の夕方の5時ぐらいにですね、急にね、東京都を対象外にするっていうね、発表したわけなんですよね。まあちょっとこの点についてね、まあ今現時点で分かっているね、話っていうのをね、ちょっとまとめていきたいなっていうふうに思います。今回のこの動画の内容なんですけども、一応で情報を集めて発信させていただいてるんですけども、今後ね、変更になる可能性は十分ありますので、その点はね、ご了承いただければなっていうふうに思います。またね、この GoTo トラベルキャンペーンに関してなんですけども、専門の動画ね、出しておりますので、そちらね、ちょっと見ていただけたらなというふうに思います。で、今回のね、まあ、動画の内容なんですけども、7月16日の夕方5時ぐらいにですね、GoTo トラベルキャンペーン自体の対象外にですね、東京都を対象外にするっていうね、発表をしたわけなんですよね。この詳細なんですけども、東京都在住の方の旅行を対象外、東京都を目的とした旅行を対象外、東京発着をする旅行を対象外っていうね、まあ、この3つがね、まあ、対象外っていうね、発表したわけなんですよね。まあ、これね、非常に残念ですよね。まあ、個人的にはですね、新型コロナウイルスのですね、新規感染者の方が、まあ、日々ね、増えているっていうことで、まあ、キャンペーン自体のですね、延期とかね、中止とかはね、まあもしかしたらっていうのがね、まあ思ってたわけなんですけども、まさかね、東京都だけね、対象外にするっていう内容になったのは、個人的にはね、かなり驚いたんですよね。で、まあ今回のね、この GoTo トラベルキャンペーン自体はですね、まあ税金でね、まあ行われるキャンペーンっていう風になっておりますんで、まあ今後ね、もちろん今回東京都をね、まあ対象外にしたということですんで、まあ東京都の方はね、利用できないっていう風になっておりますんで、今後ね、あの東京都方向けにね、まあ大概のキャンペーンがね、行われると思うんですけども、まあそちらについてはですね、全く発表はね、されてない状態で、まあ、東京都だけをね、まあ、対象外にしたっていう内容なんですよね。今回のこの発表に伴ってですね、まあ、疑問に思われている方ね、まあ、結構多いと思うんですけども、この東京都在住の方がね、まあ、対象外っていうことなんですけども、ではこの東京都在住の方がですね、東京都内のね、まあ、ホテルを滞在した場合ね、今回この GoTo トラベルキャンペーンはね、まあ、対象かどうかっていうのね、まあ、結構気になってる方いらっしゃると思うんですけども、私がね、情報を集めた限りではですね、この東京都在住の方であっても、東京都内のね、まあ、ホテルステイは対象っていうのはね、聞いております。ですので、まあ、東京都内ね、在住の方っていうのは、まあ、東京都外へのね、まあ、旅行が、まあ、全体的にね、対象外になったっていうイメージでいいのではないのかなっていうふうに思っております。またね、東京都発着の旅行がね、まあ、今回ね、対象外っていうふうに発表されたわけなんですけども、私のようにですね、まあ、神奈川県に住んでいて、まあ、羽田空港を利用してね、まあ、飛行機に乗っていく、旅行の場合ですね、まあ、こちら東京都発着の旅行にね、まあ、該当しそうじゃないですか。この GoTo トラベルキャンペーンにね、まあ、対象外にね、まあ、なりそうなところなんですけども、この場合ですね、パッケージツアーだったら対象になるというね、報道がまあ出てるわけなんですよね。この点に関しては本当にね、完全に首をかしげるね、状態になっておりまして、このパッケージツアーっていう文言が入ってるわけで、だったらじゃあ個人でね、まあ、手配した場合、これはね、まあ対象外になってしまうのかっていう感じになるわけじゃないですか。ですんでね、まあこの報道もね、かなりね、まあ疑問が残ってる、まあ、状況なんですけども、今現時点ではですね、神奈川県の方であっても、羽田空港に限らずですね、まあ東京都利用してね、旅行した場合でも、GoTo トラベルキャンペーンはね、パッケージツアーならね、対象っていう感じになってるわけなんですよね。ですんでね、まあこの詳細っていうのはね、まあ、今現時点で全然ね、発表されてないので、本当に今現時点で、ね、この GoTo トラベルキャンペーンのね、Q&A みたいなのは、公式サイトに載ってるわけなんですけども、早くですね、続報のね、
Q&A みたいなね作っていただきたいなと思ってる次第なんですよね。でまたなんですけども、東京都内ね在住の方で、まあ、今回ね GoTo トラベルキャンペーンね対象外っていう発表がされてしまったわけで、今現時点でね予約を持ってる方はいらっしゃると思うんですよね。キャンセルね可能なねプランであればキャンセルするだけでね、まあ、済むと思うんですけども、旅行プランっていうのは、まあ、キャンセル不可っていうねプランが、まあ、ちょこちょこあるじゃないですか、まあ、この場合、まあ、どうなるかっていう話ですよね。キャンペーンをね中止したのは、まあ、国が発表したっていう感じになっているわけなんですけども、こちらもですね今現時点はその対策っていうのはね発表されてないんですよね。ですのでキャンセル不可プランで予約してしまった場合、まあ、キャンセルするとですね、まあ、手数料等々がかかるじゃないですか、まあ、その点に関しては今のところね、何も対策がね発表されてないっていう感じなんですよね。ですんでねこの点もですね突然ね、東京都をね対象外に発表するのであればですね、まあ、こちらねどうにかねしてほしいところですよね。いかがだったでしょうか。今回は GoTo トラベルキャンペーンのね続報ということでね解説させていただきましたけども、あくまでねまあこちら現時点での話をねちょっと出ているところをまとめさせていただいたわけなんですけども、冒頭にも言った通りね、まあ、十分ね変更される可能性がねありますので、利用される際はですね、まあ、私の方でもですね情報、出ましたらですね随時発信していく予定なんですけども、利用される方はね最新情報ね、よく確認されてから利用していただけたらなっていうふうに思います。またね本日17日にはですね観光業者はですね、感染対策がね、まあ、どのようにされているかっていうことで、まあ、それによってね観光業者自体がね今回のこの GoTo トラベルキャンペーンが対象かね対象外になるかっていうのがまあ決まるわけなんですけども、その条件っていうものがね国からね発表されるのが今日というふうになっておりますんで、この発表がされることによってですねホテル公式サイトにもですね GoTo トラベルキャンペーン対象みたいなね文言がね、まあ、出てくるのではないのかなっていうふうに思っておりますので、まあ、こちらもですねまた今後、詳細分かり次第ね発信していきたいと思っておりますんで、ぜひね参考にしてみていただけたらなっていうふうに思います。今回の動画はねちょっと短くなってしまったんですけども、 GoTo トラベルキャンペーンのね、まあ、速報っていう感じでね、伝えさせていただきました。ちょっとね個人的にはですねバタバタしすぎで、本日ね7月17日で GoTo トラベルキャンペーンがね7月22日から開始されるわけなんですけども、いやこんな感じになるとね本当にちょっと残念な感じになりかねないかなっていう風にねちょっと個人的には思っちゃってるわけなんですよね。せっかくね、やるのであればね観光業のね、経済対策っていう風になってますんで、まあ、ぜひね成功してほしいなという風に思ってるんですけども、はっきりした感じでねやっていただけたらなっていう風に思っちゃいますよね。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ Twitter もやっておりますんでフォローチェックしていただけるととても嬉しいです。それではねまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。